どうもこんにちは、ミヤリンこと市川美です。お待たせしました。久しぶりにメイク動画を上げたいと思います。まあもう春も過ぎるかと思いますが、春におすすめピンクメイクをしていきたいと思います。最近ね、確かにピンクのシャドウとか私もね塗ることが多いんでやってるんですけど、その私のねいつもやってるピンクメイクを皆さんにお教えしようと思います。あらかじめ下地としてメイクはもうしてあるので、その上にピンク色を重ねていくっていう感じでやっていきます。でまずはアイシャドウですね。じゃん、スイート5月号のアイシャドウパレットですね。すごいピンク色がねいっぱい入ってるんですよ。この薄いピンクの方を全体的に塗っていきたいと思います。こんな感じですね。で次にこの濃いピンクの方をまぶたの線より下に引いていきます。こんな感じです。で次はこちらジーナ×ローズバッドブッドのこのコスメパレット、上のここピンクの部分を使っていきたいと思います。下まぶたの目尻の方に入れていきます。はい、入れました。そしてこのシナイデルのパレットのこのちょっと薄めの茶色、このピンク系の薄めの茶色を目頭に塗っていきます。こんな感じです。ここにね、これにですね、さらに今日はあるものを見つけたので買ってきました。ヘビーローテーションのカラーパウダーアイブロウパレット、これを使って今回ね眉毛もピンクにしちゃいたいと思います。これオレンジブラウンって書いてあるんですけど、ちょっと割とピンクに近かった色だったので、これを眉毛に塗ります。眉毛がピンクになりましたでしょ。眉毛と同じ色をちょっと目尻の方に足しときます。いい感じにピンクまでになりました。次、スナイデルスイートの5月号のチークで、この色合いのチークを頬の高いところにポンポンポーンと、塗りました。で仕上げにエチュードハウスのチェリーティント、こんな感じの色合いです。唇に塗ります。いい色ですね。そして仕上げにキャンメイクのリップティントシロップを上に塗ります。01番ですね。インベッドの5月号のフロックのハイライターを使います。この筋と。塗ったら、春におすすめミオリン流ピンクメイクの完成です。そうですね。ピンクメイクはやっぱ女の子の大好きなピンクということで、みんなぜひこのピンクメイクをしてたくさん恋をしてみてください。おすすめはこのね、眉毛もピンクにするところですね。ここ眉毛がピンクになることによってちょっと柔らかな印象になると思うので、眉毛もピンクにしてみてください。もしこのピンクメイクが参考になったよという方は、チャンネル登録とそして高評価ボタンを忘れずにお願いします。コメント欄でもこんなメイクしてほしいっていうのがあった場合には、もしかしたら動画に反映するかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。かわいい。チャンネルねるねる登録、チャンネルねるねる登録、チャンネル登録よろぴこ。
ピカ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 ハンマー。